こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。久々に動画、この横型の YouTube の動画なんですけれども、今日は歯列矯正のことについてお話ししたいと思います。何のことを話すかっていうと、実は矯正が終わってたんですけど、ちょっと噛み合わせに問題があって、それについてのお話になります。で、今日が私、顎変形症の手術をしてから823日目、ちょうど2年と3ヶ月経ってます。で、プレート除去の手術をしてから276日目です。プレート除去からはまだ1年経ってない状態ですね。で、2月の末にブラケットを外したので、そこからちょうど半年ぐらい経ってるんですけれども、問題が起きたのは何かっていうと、噛み合わせですね。上の歯の噛み合わせと下の歯の噛み合わせ、こうなってるんですけど、下の噛み合わせがきつい、下というか、まあ前歯ですね。前歯の噛み合わせがきついということで、問題が起きました。これね、半年に1回一般歯科で口腔内のチェック、虫歯がないかとか溜まってる歯石を取ってもらうっていうのをやり始めたんですけど、2回目の行った時にちょっと当たりがきついかなって、なんか大丈夫みたいなこと言われて、当たりがきついってどういうことですかって聞いたら、まあ、下の突き上げが強くて上の歯が浮くようになってるって言われたんです。で、普通は、まあ、歯って動かないんですけど、私のカチカチやった時に、ここが、こう、浮く感じがあるんですね、実際。で、それを、そのままでいるとどうなるかっていうと、ここの上の前歯の根元の骨のところに負担がかかって、まあ、今すぐはどうこうはならないけど、いずれ、まあ、例えば抜けるとかね、あと、リテーナーを外した後に、こう、どんどん下から突き上げると、前にどんどん出てくる。みたいな形に、前にバラバラバラっと前歯が出てくるような感じになるんじゃないかなっていうことを一般歯科の先生がおっしゃったんです。で、その時に対策、対処方法としては、まずは下の歯のこう当たりがきついのでちょっと削るっていう方法があるって教えていただきました。で、削るっていうのもそんな何ミリも削るわけじゃなくて、私の場合 0.2、3ミリぐらいっていうことで、今からでもすぐできるよっていうふうに言われたんですけど、まあ一度矯正の先生に相談してからまたお返事しますっていうことにしてました。で、矯正歯科の先生のところに、検診日は本当は年末だったんですね。予約というか、予定としては。だけど、この件がすごい気になったので、電話して行って相談したところ、気になることがあるって一般歯科の先生に言われたんですって言ったら、矯正の先生が、あ、前歯の傾きのことですかって言われて、まあ、すぐね、なんか、うっすら分かってらっしゃったのか、気になってらっしゃったのか分かんないけど、そういうふうに言われて、で、はい、そうですって言って、当たりがきついから、前に逃げるとかいう形にならないかなと、あと、根元に負担がかかるっていうふうにおっしゃってたんですって言ったら、うん、なるほど、なるほどということで、削る方法を提案いただいたということはお伝えして、で、矯正を、まあ、例えば、今からやり直すみたいなことって、可能性というか、方法としてあるんですかっていうふうに相談したら、矯正の先生が、もちろん、まあ、再矯正の方法もあるということで、詳細については、私、上の歯を2本抜歯してるんですね。矯正の時に。なので、上に結構余裕があるんです。で、ここも、ちょっと、開きかけてるっていうか、開いてますよね。うん。で、余裕があるために開いてる。で、下は、抜歯せずに、骨を切って後ろに下げるっていう形で矯正してるので、そんなに隙間がないんですよ。下にあったものが、骨を切ったことで後ろには行ってるんですけど、歯の本数自体は下は変えてないので、結構キチキチなんですね。なので、こう、再矯正でもう一回ブラケットをつけて、こう、後ろに当たりを持ってくるに当たり、隙間がないので、下の歯を左右、どの歯を削るかわかんないんですけど、側面をちょっとずつ削って、後ろに下げるスペースを空けて下げていく。っていう風にやる。再矯正プランっていうのを聞きました。上の歯
はね、まあ、もう骨格決まってるし、前に出すとかできないので、やるとしたら、まあ、下を下げるっていう形になるんですけど、キチキチなので削るしかないっていうことと、その削るについては、やっぱり削った隙間をちょっとずつずらしながら下げていくので、最低でも1年以上かかるっていう形で言われました。費用については、これは、その私の顎変形症の治療の流れの一環であるので、ここからの治療が自由診療で保険が効かないということはないそうです。今から再矯正するについても保険適用でできるということなんですが、まあ、相談した結果、もう一回ブラケットをつけて、先生は最低1年っておっしゃったんですけど、なんか先生が最低1年っていうことは2年はかかるなってなんとなく感覚で思ってて、っていうのが最初の術前矯正1年って言われて2年かかってるので、なので今からまた2年、まあまあ1年かもしれないけど、それをかけてやるっていうのは結構私のメンタルがしんどい。4年間やってきて、やっと終わったと思ってるのが、またもう一回ブラケットつけるっていうのがね、あとゴムかけもしないといけないと思うし、ちょっと精神的にきついので、今回はとりあえずその一般歯科の先生でここを削ってもらう、削って当たりを弱くする、でこの上の歯にかかる力を弱めるっていう形で様子を見るということに決めました。でもしその後また気になったら、もちろん再矯正もできないわけではないので、またそれはおいおい考えるっていうこと で、実は昨日も削ってきました。はい、麻酔も何もしなくて、はいじゃあやりますということで、口開けてカチカチしてっていう、この噛み合わせの強さかなを見る紙みたいなのがありますよね。カチカチしてって言って削って、カチカチして削って、カチカチして削って、それをまあ20回ぐらい繰り返して、時間としては5分ぐらいかなで終わりました。まあ、先生自体すごい上手な先生で、私心構えできてなかったんで、麻酔かなんかするかなと思ってたんですけど、はいやります、はいウィーみたいな、いきなりやったんでちょっとドキドキしながらだったんですけど、痛みは全然ないです。うん、ちょっとなんてビリビリ振動みたいなのがあってコワゴワやってたんですけど、全然痛くなくて、もう5分ぐらいで終わりました。でやってもらったのが、まあ、この状態ですね。うん、で前々から私下の歯が喋る時に多く見えるっていうのが気になってたんですね。今の角度ではそんなに上もちょっと見えてるかもですけど、これは上の唇のしびれがまだ戻ってない、完璧に戻ってなくて、まあ、それは手術をここね2回してる後遺症もあると思うんですけど、下の歯はちょっと削ればね、下の歯の見え方が少ないということで、上の歯とのバランスが取れるかなっていうのもちょっと期待はあったんですけど、そんなにめちゃくちゃ削ってはないんです。0.2、3ミリですね。うん。でもなんとなく当たりは弱くなったし、突き上げ感、下からの突き上げ感っていうのはないので、まあ自分的にはいい感じかなと思っています。再矯正の話が出て、ってちょっと思ったんですけど、とりあえずのところ再矯正はせずに下をちょっと削りましたっていうことで対応しています。で削った費用については、これは矯正歯科ではやってないんですけど、歯列矯正の顎変形症治療の一環であるので保険適用でやっていただいてます。で料金としては1570円ですね。1570円支払いしました。で次の予定としては、まあ、一般歯科に半年後、矯正歯科のチェックが年末ぐらいを予定してます。大人の歯列矯正の続編でした。今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容、健康、ファッション、メイクなどを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。